久松氏、久松氏は、下半島和小屋八章の士族、近世大名の九章松平家は、源義家の末裔を称したが、これは、松平姓を称することにより、松平、徳川氏の交渉する姓は源氏に行った支流を犯したことによるものと考えられる。刑夫類では、久松氏は、本姓菅原氏とされ、演奏は、菅原道真と伝える。それによれば、 道真が太宰府に左遷されたとき、町村の久松マロ、後の正則は、尾張国地多軍、悪居、現在の愛知県地多軍阿飛町へ配慮され、この地の人は彼を旧正殿と呼んだ。後の南北朝時代に、京都から正則の後裔が、悪居に下校し、この地の領主となった。そして、室町期に、正則14世孫の道さだが、 足利将軍家に仕えて、阿古居の地七戦艦を所領として認められ、先祖、久松マロにちなみ久松氏を称したという。いい家具に合わそ村へ移り、百年ほど当地にいた。久松氏は、尾張りも柴家に敗されたとされ、室町期の同志は、代々芝市に属する地多軍の国人領主であった。柴市の没落とともに、久松氏は、織田氏に従い、 織田の秀に属したとされる。沢渡り森勝の時、狩野城の水野氏から、松平広忠の元室で、広忠の着子竹千代、後の徳川家康を生んだ、織田の方、の、忠政の娘を妻に迎え、水野氏と敵対する、同じ地下軍の国人領主佐治氏と争ったが、最終的に、水野氏佐治氏と共に信秀のこの信長に属した。 桶狭間の戦いの際、松平元康、後の徳川家康は、今川法として出陣したが、密かに小田方の悪居に赴いて、母、織田井の方と、年勝と織田井の間に生まれた、伊布帝にあたる三男子と対面を果たした。この時、元康は、自らの伊布帝である三人の男子に、松平氏と青い門を授け、松平家一門に準じたと伝える。これを、 久松松平家と呼ぶ。桶狭間の戦いの後、利勝は家康に組みして、その三河統一に参加し、三河国宝藩軍西軍の上野工場、現在の愛知県甘郷利氏上野郷町を与えられた。利勝は妻と三人の息子を連れて、三河に移り、悪居は所長氏信利氏に譲られた。信利は信長の重臣。 佐久間信盛の指揮下に入ったが、1577年に、信盛の残言を受けて、非合の死を遂げ、医療悪居も信盛に攻め取られたため、悪居久松氏は断絶した。なお、信都氏の後衛は後に、旧正松平家に仕え、伊予松山藩主となっている。家康府邸の松平公元、勝都氏、定勝の三人は、松平姓を与えられるとともに、 家康の威府帝であるという縁からそれぞれに累進し、江戸時代には、いずれの家系も大名に列した。最も着頭である高原の家系は、当初上主であったものの断絶を重ねて、旗本に価格を落とし、勝都市の家系は無常大名止まりであったのに対し、末帝、貞勝の家系のみさんやが、上主大名として幕末までいた。九州松平家の各家は、 家康の団系ではないため、大名の区分としては、不大大名に属する。ただし、江戸時代後期に、御三郷の田安宗武の子を養子士としたことから、伊予松山藩主と伊勢桑名藩主の両家は、審判となっている。大名及び旗本として、数多くの家に分かれたが、明治以降、明治天皇の直命により、大名家の家系は、桑名藩主家以外は姓を、 九章に戻している。隠し系統がある。久松松平家の着流とも言うべき、都市活の着長詩、高原は三河国上の工場氏を継ぎ、1590年の徳川氏の関東移法にあたって、下宇佐国関宿城に二万国を与えられた関宿藩。後四万国に加を。高原の子孫は、美の大垣藩五万国を経て、 シナの小モロ藩五万国となったが、無ツグハイその後、下付ナス藩一万国を与えられて無常、大名として、加盟再興した。この家は後に、伊勢長島藩一万国へ移され、城主閣に栄心したが、藩主、忠光が乱心して、人情事件を起こし、改役された。その後、伊豆を、高座に、旗本として、下宇佐国飯シサ六千国が与えられて、 再び加盟への再興が許され、幕末まで続いた。この家系からは、五千国の旗本一屋が分家として出た。勝都市は、八千国の旗本として、下佐国多後に領地を与えられたが、この家系はやがて仮増され、諸行、多後藩一万二千国、無常大名となった。この家系からは、五百国の旗本に屋が分家として出た。都市勝の三男。 貞勝の家系は、九州松平家三系の中では最も流盛した。貞勝は、兄弟中最も長名で、小南三千国を振り出しに、東東海掛川藩三万国、伏見城代五万国、伊勢桑名藩十一万七千国と永進している。貞勝には六人の男子がいた。長男、サ吉は、創生、次男、サダは、サダの後を継承して、 伊予松山藩15万国の祖となった。この家系から先国の旗本一夜が文家として出た。三佐定綱は、美濃大垣藩6万国から伊勢桑名藩11万国の祖。子孫は一時、越後高田藩、道の串し川藩に移されたこともあるが、幕末には桑名藩主であった。なお、松平貞信は、田安徳川家からこの家系に養子に入った。 四つを、佐ダザの家系は旗本二千国で、またこの家系からは二百五十票取りの旗本一屋が、分家として出た。五つを、佐ダ房は、長島城主七千国から伊予今治藩三万国の、宗。六つを、帝政は、三河刈谷藩二万国を与えられたが、後出家して、幕政批判をしたために廃絶、子孫は、旗本として、 加盟最高を許された、治療五百国、放六千五百票。このほか、南紀徳川文、第四冊によると、桜井松平家の松平忠頼の三男、忠勝が忠勝の養子となった、九州松平家が、紀州藩公家になっており、この家より、徳川家持ちの聖母である実情院が出ている。ふとせは、実施、日本車せは養子。 二重王戦は婚姻。上記四つを九章四カテラという。臨在、総督修寺岐阜県大垣市、大垣市上主寺混流。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。